要するにけなさない、自分を褒めすぎない、そして結構冗談を言いながら真剣になる時もすごい真剣になる。それでないと性格が悪いと絶対と言ってもいいくらいに早くなれないと思うんですよ。まあ落ち着いていけよとか、まあ、いろんなこと言ってくれるんで、まあ、落ち着ける。すごい後ろから見ててくれるのがすごい頼りになる。まあ年の差は普通の58歳の人とかよりは全然感じない。たまになんかエッチなこととか言ってギャグを飛ばしてくれるんで面白いです。